今日もディズニーストアに行ってきたので、その購入品の紹介をしたいと思います。まずバスタオルなんですけど、このアリスのバスタオルはお買い物金額が2000以上だとバスタオル2750円なんですけど、1420円に割引されますので1枚買ってきました。次がこれも前回買ったんですけど、アリスのクリアファイルですね。これあのお母さんとおばに2枚分けてあげちゃったので、また自分用に買ってきました。よいしょ。次がハンカチタオルですね。これは2枚で 20% 引きになるので2枚買ってきました。ミッキーとミニーちゃんのなんかスイーツ運んでるところですね。かわいい。次がミニーちゃんのぬいぐるみキーチェーンですね。これは1980円ですね。あのベリーベリーミニーのランチケースの中にこう透明になっているところがあって、そこに入れたら可愛いかなと思って買ったんですけど、外側からぬいぐるみキーチェーン入れると見えるので、で買ってきました。よいしょ。次がこれはミニーちゃんのさくらんぼシリーズの丸型ポーチですね。これは2090円ですね。はい、これ何入れるのかまだ決めてないんですけど、なんかバッグにもつけられるようになってるみたいですね。かわいいです。次がこれもミニーちゃんのさくらんぼシリーズのペンケースですね。ペンケースはもういっぱい持ってるんで、なんか別のものを入れようと思います。はい、これはいくらかな、1650円でしたね。次がこれもさくらんぼシリーズのペットボトルカバーですね。はい、ペットボトルカバー、今の時期冷たい飲み物を買うとペットボトルの周りに水滴がついちゃってバッグの中のものも濡れちゃうので、ペットボトルカバー欲しいなーと思ってて、でちょうどいいのがあったので買いました。これはいくらかな、これは2200円ですね。はい、2200円でした。次がチップとデールのコースターですね。チップとデールのコップを前に買ったんですけど、私あの氷入れて冷たい麦茶飲んでるのに使ってるんですが、水滴が下についちゃうので、あー、コースター買えばよかった、売ってたのにと思って、でコースター買ってきました。これはあれ？あ、660円ですね。はい、これで最後ですね。これは水に
濡らしてひんやりクールタオル&ポーチセットのエルサですね。これは使い方はタオル本体にしっかり吸水させて水分が滴らない程度に絞って約3秒から5秒ほど強めに振ると冷たくなるそうです。でぬるくなってきたら再度振るとまた冷たくなるそうです。汗の水分でも冷却できるって書いてありますね。エルサ可愛いですね。可愛いっていうか綺麗っていうか。でこれで今回の購入品は以上です。はい。でチャンネル登録高評価よかったらお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。